どうも皆さん、岡原です。ってことで今回はハンドガン縛りじゃなくて、今回もコメントが来まして、それがこちらです。追いかけ縛りはどうでしょう。ハンドガンでキルした敵から、武器を取って、その武器で、まあ要するにハンドガンでキルして、その敵の武器を拾って、また次の敵を倒して、また拾っての繰り返し、追いかけプレイやれってことやね。ってことでそちらの方をやっていきたいと思います。まずハンドガンからスタート。そしてないよね今。オッケー、倒したな今の。敵はいるよな絶対。あ、味方が結構前押ししてってるから、うわっ。だってね、ハンドガンはやっぱ初弾を当てないとまずあんま勝てないのかなと思う。あと何よりもどの武器でも言えるんだけど、エイム力っていうのは重要だと思うね。でこの武器を拾うわけで、次 KN44 サプレッサーついてる。こっち走ってきそうだな。大丈夫？大丈夫だ。どこにいる？あんまりとつりたくはない。オッケー。で次これ。よし、また KN44。多いな KN。さあ今度は、うわー、エイムの調子が悪いでございますな。いつものことかな。さあハンドガンでこの距離きついよな。オッケー、味方がやられたな。後ろから来るな。ナイス。でちなみにこのセミオートハンドガンって一発の威力でかいよね。結構ハンドガン上手い人が使うと打ち勝っているっていうイメージがあって、コンカッションの反応があったからこっちにいるはず。オッケー、ちょっと取らせて。オッケー。うわー、もうそのさっきの人だな。なんか結構殺されてる気がする。相性が悪い富だな。相性の問題じゃないって。アシスト、アシストだからダメだ。あれはピョーンって飛んできそうな感じがするけど、中央です。なんか反応した、うん、オッケー。また KN44。 他の武器はないのか。動画に面白みがねえぞ。 KN かハンドガンしかないじゃんけ。オッケーオッケー。からのよっこいしょ。はーい、了解でーす。あ、そっかハンドガンだったの、完全に忘れとったぞ。いた。あ、サプレッサーついてる、ラッキー。ちなみに自分は初めからサプレッサーつけることはしないね。まあ縛ってるからだけだけど。オッケー。で次こいつの武器、何これ、 XR か。バースト銃、バースト銃。オッケー。次 KN、 やばい、リロードかまして。オッケー。次こいつの武器 KN サプレッサーついてた。さてどうだ。うわー、おー、くそー、惜しいな今の。あ、そうそう、スペシャリストは一応ハンドガンという名目で、こちらアナイアレーター、クルグインパッド、いるかね。 OK、 ちょっとアナイアレーター変えるのは惜しいよね。うわっ、くそステルス迷彩が見えない。あ、リース反転しとるわ。オッケー。からの、ちょっと嘘だろ、嘘だろ、この武器はまさかのクロスボウや。クロスボウパイセン、ちょっとまさかだって。やめて、やめて。ナイス。来るか。次ケーヌからの、さてリスまた反転したな。おう、味方に撃たれる。あ、いたいたいた。うわー、落ち着いてるね。さてと、敵 UAV だけど落とせない。誰か対空が いてほしいんだけど、対空要員誰もおらんの。一人ぐらいランチャー持っとるやろうと思うんだけど、持ってない。 OK。さてと、あ、 KRM ショットガンだ。やば、隠れろ。オッケー、危ない危ない。ちょっと被弾中、被弾中。ショットガンだから、前回もなんかショットガン動画やったな。そうや、リスまた変わってるじゃん。オッケー。からのディンゴ、オッケー。やば、
KRM、 またこれか。 OK、 ちょっと待って、 HCXD はいつでも出せる。 OK、 了解です。やば、んでラジコン後ろ来るぞ。ラジコン、ラジコン、ん、倒した、ナイス。ちょっとショットガン、ショットガン、ずっとショットガンなんだけど、どこにいるかな。いたいたいた、無理ー。え、あの距離届くんだ逆にびっくりなんだけど、反証だったけどあれ届くんだ。恐るべし KRM パイセン。うわお、やっぱ M 力だよね。そして誰もカウンターを落とさない。気にならんかね、カウンター出てるときって。まあ UAV は落とさない人おるかもしれんけどさ、カウンターって大抵落とすと思うんだけどさ。あー、いた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 。アナイアレーター持ってるときは強気で突っていいとか聞いたけど、自分はなんかできないな。結構弱気で突っていくんですよ私は。あー、びっくり、味方だ。ナイス、スワッと抜けてきたい。うわー、最低。はいはい、了解了解。さあどこにウォーマシーンや。ちょっと隠れよ。あと2点で我が軍の勝利だ。上に来る、終わった。はい、大した相手ではなかったです。ってことで今回ラスキル見ていきましょう。はい、さあ相手にクーダーとかいなかったよね多分。ほとんどがケーヌばっかだったよなやっぱケーヌとクーダって本当に多いもんね。ってことで今回成績性能ドンって感じで15の9。うん、なかなかハンドガンから始まりのいろいろ拾って、立ち回ってた割にはいい感じかなというふうに思います。まあ、ギリギリ3位入れてね、よかったです。ってことで、私が追いはぎ縛りやるとこんな感じになります。お分かりいただけたでしょうか。ってことで今回はこの辺で終わりたいと思います。さよなら、バイバイ。